何言うの、じゃあ。じゃあ今日はクロスフィットで推薦しているペーリオダイエット、日本語で言うとパレオダイエットとか原始人ダイエットとか言われるんですけど、それをちょっと簡単に、どうしよう、今日はじゃあフライパン1個作ってみたいと思います。で、材料はとりあえずこんなもんですね。まず、あ、材料洗ってなかったんで、ちょっとそれだけね。原始人ダイエットなんで、あまり細かいことは気にせず大雑把です。今日どうする、タイムリミットも設けるか。15分で作る、15分でいい。で、洗って、で、これヘタももったいないから全部ヘタってんだっけ、これ伊勢好き、何伊勢好きじゃないね、ごめんね、日本語おかしくて全部残しちゃってもったいないからね。原始人そんなの気にしないでしょ。まあ、これも大雑把ですね。こっちガーリックは古いのを使おう、こっちから。じゃあもうフライパン温め始めちゃおう。どれだ、焦げ付かないフライパン使ってるから、もうオイルは使わないで、いいやね。別にオイルがいけないって悪いわけじゃないけど、鶏肉からも油が出るんで大丈夫だと思います。いきなり油引かないでガーリック入れちゃうと焦げちゃうから、鶏肉からちょっと油を出してからガーリック入れます。じゃあもうあと時間がないんで、時間がないってピナにあと7分、あと7分と8分とか言われてるんで、ちょっと今日はズルをしましょう。ズルというのは鶏肉をちっちゃく切っちゃう、液を通してしまう。マッシュルームを入れましょう。このヘタ、ヘタだっけ、この部分がついてるからちょっと火の通りが遅いと思うんで、まあ今入れちゃいます。まあマッシュルームなんか生でも食べられるんだけど、入れて、あー忘れてた。ニンニクいいっすかね、これはもう、うん、で、これを2人分の皿に、うん、ゴミは取らないで分けてこっちの茎の方が火が通るのが遅いから、僕はいつも茎の方だけなるべくちょっとだけね、先に入れます。僕ガーリックが好きなんで、ここでもちょっと入れちゃおうかな。で、このくらいの時に葉っぱも残りを全部入れましょう。で、もうこんなんでいいかな。で、できたらこれを持って、じゃあティナは今日茎だけね、ティナは茎だけ。痛くないです。はい、アボカドをグッと置きましょう。で、こっちの人にもと乗っけて、うん、で、ここにあとこうして、うん、ティナに入ってきたの。で、とりあえず終わりです。で、香りが良くなるんで、最後に僕は胡椒を振るのが好きです。で、終わり。2人分です。15分経ってないでしょ。あったじゃあ次回ね。でも今日はフライパン1個で簡単なペーリオのパレオダイエット、
原始人ダイエットの料理をちょっと作ってみました。でこれからもちょっとやっていこうと思うので、皆さんもよかったら見てください。それでは。はい、じゃあ料理ができたところでテーブルに置いたんで、じゃあ、はい、ティナ、こんにちは。じゃあ僕も食べましょう。はい、食べ始めて3分経過とかしたとこです。はい、勝ちました。